死なない生き物。そんな物騒なあだ名をいつの間にか背負わされた。核戦争でも隕石でも宇宙の真空でも生き延びるらしい。世界中の本や記事にそう書かれて、最強と呼ばれるようになった。でも本当の僕はただの小さな生き物だ。名前はクマムシ、英語ではウォーターベア。クマ、いや、八本の足でよちよち歩く姿がちょっとクマみたいに見えただけ。体長はだいたい 0.3、0.5 ミリ、種によっては1ミリを超えることもある。重さは塵一粒より軽いマイクログラム単位だ。寿命は数ヶ月、長くても1、2年。官民や島民で寿命の時計をほぼ止められる。実際にマイナス20度で約30年凍結されていた南極の仲間が復活したこともある。住んでいる場所は苔の雫や落ち葉の隙間、都会の庭、山の岩、海の砂、地球中の水のある場所に潜んでいる。そう、君の足元にも多分僕の仲間がいる。気づかれないまま静かに。乾燥は僕たちにとって命の危機だ。でもそんな時こそ切り札がある。体の水分をほとんど抜き、小さな団子のように丸くなって官民という島民みたいな状態に入る。奥には心臓も肺もないけれど、この状態になると代謝はほぼゼロになり、体表からのガス交換もほとんど止まる。まるで時計の針を止めるように体の時間を止めるんだ。この姿になると、短時間ならマイナス200度近い極寒や加圧された高温にも耐えられる。真空や強い放射線もやり過ごせることがある。科学者たちはこの精霊停止モードをクリクトビオシスと呼び、研究室で何度も試す。冷凍庫に入れられたかと思えば、今度は温められ、真空チャンバーに放り込まれ、最後には放射線の雨。どこまで耐えるのか知りたいんだ。そう言うけど、僕からすれば少しは休ませてくれよだ。でもそのおかげで僕の DNA を守る DSAP という特殊なタンパク質が見つかり、人間の細胞に入れると放射線ダメージを約 40% 減らせることが分かった。人間も生き延びる方法を探しているんだなと思った。2007年、僕の仲間は宇宙へ送られた。実験場所は国際宇宙ステーションではなく、フォトン M3 というロシアの人工衛星の外側。そこは酸素のない真空と容赦ない太陽の紫外線にさらされる場所だった。真空だけなら多くが地球に帰って動き出せたけれど、紫外線をまともに浴びた仲間の多くは二度と動かなかった。生き延びた僕たちは宇宙から帰還した動物としてニュースに載った。誇らしかった。でもそれ以上に地球に戻って最初に吸い込んだ水の匂いで涙が出た。宇宙は冒険の舞台じゃない。そこでは活動して生きることはできない。僕らができたのは官民で時間を止めてしのいだだけ。生きる場所はやっぱり水のある地球なんだ。地球に帰還してしばらく経った頃、僕は苔の森であの子に恋をした。ちなみに僕たちの仲間は種によって恋の仕方が違う。体内受精する者もいれば、脱皮した殻の中に卵を産み、そこで受精させて外敵から守る者もいる。中にはオスがいなくても卵を産める単位生殖の種もある。一回に産む卵は大抵1、10個、生涯では数十個以上になることもある。卵の表面には芸術みたいな模様があることも。やがて子供たちは殻を破って八本足でよちよち歩き出す。
もちろん僕たちは弱い。線虫やダニ、クモなどに食べられることもあるけれど、それも命のつながりの一部。誰かを食べ、誰かに食べられ、命は続いていく。死なない生き物、その名は半分正しくて半分は伝説だ。奥は不死身じゃない。ただ他の多くの生き物が耐えそうな環境でも生き延びられることがあるだけだ。それでも僕は生きようともがく。研究室で試されても、宇宙に放り出されても、その度に時を止め、時を越え、また歩き出す。それが僕の生き方だ。そしてこれが僕の一生だった。